ただいま、時刻は4時30分、土山ってところです。はい。5時40分、京都着なので、あとちょいです。トイレ休憩3回ありまして、これ3回目です。ちょっと座席を奥にすればよかった。多分なんか座席手前なんで、あの毎回移動し、毎回出なきゃいけないっていうか、しかもカーテンついてるんだけど、カーテンこの手前のやつついてないから、奥の方がよかったわ。奥取ればよかった。席奥取らないから、奥取ってたら、あのずっとそのバス乗ったまま入れたんですけど、奥取らないから、あの奥の人出るんで出なきゃいけないっていう、ちょっと失敗しましたね。っていうか、しかもバスの中結構暑い。しかも奥だったら、もしかしたらワンチャン窓ガラスとか開けられたかもしれないんですけど、それもできないです。手前なんで、すげえ結構汗かくぐらい暑いですね、バス。外はちょっと肌寒いんですけど、はい、以上です。京都駅着きました。5時40分ぐらいです。これからバスに乗って、下鴨神社様へ参りたいと思います。朝日が綺麗です。4年前もここ通りましたね。もうすぐ行くとラーメン屋さんあるんですよ。4年前はそこでラーメンいただきましたね、確か。4年前もこの朝日綺麗だったな、確か。はい、以上です。朝日はまだ出てないんだけど、朝日のこの朝日太陽は見えないんだけど、そのこの明るさがパッて、建物映っちゃうかもしれないんで、ちょっと撮らないんですけど、はい、朝日っていうか、その五光っていうんですかね、五光が差すの。五光すら見るか。こういう感じです。以上です。バス停着きました。この17っていうのに乗ります。5時49分の、まだ来てないようです。あ、今来ました。ちょうど来ました。17来ました。乗ります。河原町今出川を降りまして、今下鴨神社様の方に向かっております。川がありますよ。川が、ちょっと地図見るんで一旦動画止めます。鳩さんがいます。鴨川だそうです。さっきなんかワシだかタカだかフクロウだかみたいな結構大きめの鳥が目の前にいました。後ろ姿だけど、ちょっとゴミとかが結構落ちてるんで、そこはちょっと残念ですね。結構落ちてるんですよ。ちょっと拾えないんで今は申し訳ないですけど、下鴨神社
420m って書いてある。ここから左行きたいと思います。川の音が聞こえた、水の音が聞こえたからこっち来たらこんなんあった。これトイレ？ああ、このトイレだ。こっちの方が綺麗だったな、このトイレの。こっちは、なんか木の香りがしていい香りだ。なんかジョギングとかウォーキングしてる人がいますね。はい、到着しました。河合神社様、ちょっと参拝していきたいと思います。じゃあちょっと切ります。参拝してきました。河合神社。すごい。恥歩きました。タラスの森。空気も澄んでますね。すごい。いい空気だ。何でしょう、ここ。鳥の鳴き声が美しいです。はい、着きました。多分下鴨神社さんじゃないでしょうか。まだ早いからあんま人がいません。こちらで手を洗います。蓮理の榊縁結びの御神木参拝させていただきました。相生の社。
めでたいこと、あいおいというのはここから始まったと言われています。ということで、下鴨神社さん、まあ、参拝させていただきます。みたらし社です。瀬尾律姫、瀬尾律姫の御事だ。瀬尾律姫の御事、大祓いの言葉で出てくる神様だ。参拝させていただきます。さざれ石とは小さな石という意味です。はい、今度こちらの37のバス乗って22分、7時22分のバス乗って、下鴨神社様から上鴨神社様に行きたいと思います。あと5分ぐらいで来るかと思います。以上です。上鴨御園橋のバス停を降りまして、あっちですね、あっちに、上賀茂神社あります。はい、鴨川を渡って、はい、あ、もう鳥居が見えてます。はい、着きました。上賀茂神社様です。はい、参拝していきたいと思います。なんかお花コーナーがあります。人がいるんで下の方は映せないんですけど、ムチ打ちの桜なんてあります。大山湧水、いい水だそうです。参拝してきます。参拝させていただきます。玉依姫の御事の参拝したいと思います。
すごいなんか穴場みたいな神社、龍の人がいません。京都の街は一望、誰もいないですね。なんか呼ばれてきちゃいました、こっちに。すごい、はい、ありがとうございます。はい、今度上賀茂神社様から鞍馬寺行きのバスに乗るところです。これは本当1日に1本2本ぐらいしかないバスで、このバス乗り過ごすと、なんか厄介なルートになっちゃうんで、しかもこれだと本当に多分バス代だけで200円ぐらいで行けるんで、これで行けてよかったです。まだ乗れてないですけど、多分乗れます。ちょっとバス停のところに人がいるんで、こっちで撮ってますけど、これちょっと一安心しました。この京都駅着いてから、この下鴨神社様、上鴨神社様、で鞍馬寺行くんですけど、このルートが本当に結構タイトだったんで、その時間的にこのバスなんとか乗れそうでよかったです。ちょっとこれが本当気がかりで、これをクリアしたらあとは結構楽できるかなっていう。ほんとここがね、ちょっとすごいもやもやしてましたけど、よかったです。一通り見れて参拝もできてよかったかなと思ってます。ほんとありがとうございます。感謝です。愛してます。鞍馬寺来ました。今からこれ登っていきたいと思います。はい、二門三門です。行きたいと思います。なんか症状発の祈願祭の紙持ってたんで、ケーブルカー無料で乗れるみたいです。ありがとうございます。今何時だ、ケーブルカー4年前に来た時もなんかここ崩れてた感じだったんですけど、今なんか新たに木が植えられてる感じがしますね。はい、植林でしょうか。はい、再生してほしいなと思っております。はい、ということでケーブルカーで今上がってきました。初めて乗りましたね、ケーブルカー。ありがとうございます。感謝しています。愛してます。すべては尊天にてまします。お母さんが握ってくれた鮭おにぎり、早くいただきたかったんですけど、ちょっとスケジュールがタイトだったんで、この時間になるまで食べることできませんでした。すごくいい匂いがして、早く食べたかったんですが、ということでいただきます。うん、美味しい。愛を感じますね。ありがとうございます。感謝です。愛してます。美味しいので、もう一個いただきたいと思います。こう素敵な景色を見ながらのご飯、美味しいです。
おいしい。美味しいのでもう一個いただきたいと思います。美味しい。はい、ケーブルカーから進んでいきたいと思います。新参道、手を合わせました。すべては尊邸にてまします。魅力道路、辰巳の弁財天社、天保林道。お水さんありがとう。神殿、着きました。本殿金堂金剛城、はい、名前書いてきたんですけど、ほうとうに名前書いたんですけど、自分の髪の毛を入れたほうとうに名前書いたんですけど、ちょっと緊張してたのか、なんか見られながら書いてたっていうのもあるのか、まあ一生懸命書いたんですけど、ちょっとなんか字が汚いっていうか、まあ普段汚いからいいんだけど、しょうがないんだけどさ、もっと なんかもうちょっと、あともうちょっと綺麗に描けた気がするんだけど、まあちょっとね、描きにくい、ほうとうに描くからね、紙に描くわけじゃないから描きにくかったんだけど、ちょっともう少し綺麗に描きたかったなってありました。はい、でさ、手を合わせまして、あの三角のところで霊気つながってグラウディングし、グラウディングとこの宇宙エネルギーとつながりました。あとこう地下の方にもね行って、あそこ写真撮りましたね。写真撮っていいってことで、あ、僕のだけね、他の人のはプライバシーがあるんで撮りませんけど、撮れませんけれども、自分のやつはちょっと撮らせていただきました。はい、撮っていいということで、はい、ちょっともう少し綺麗に描きよかったな。はい、ここから奥の院行きたいと思います。
今10時で、1時20分までに、また戻ってこないといけないんで、先に貴船神社行って、貴船神社奥の院まで、奥宮まで行って、また戻ってきたいと思います、とりあえず。やばい、結構時間使っちゃったな。やばい、とりあえず、先行かないと、多分スケジュールが的に厳しい。ちょっと余裕かましちゃいました。早く行こう。サクサク、サクサクっていう表現はあれですけど、はい、本当瞑想したいんですけどね、あそこで木の根のところで瞑想したいんですけど、まあ、それまた後で行こうかなと思ってます。一応ここだけは、撮りました。前より手入れがされてるかもしれない。前って4年前よりは、4年前なんか台風かなんかでこんなになってなかったな。もっと荒れてた感じがします。後でゆっくりしたいです、終わった後に。貴船神社の奥宮もこの瞑想道場良かったですね。まあ後でやりたいんですけど、ちょっとあと貴船神社の奥宮もすごいいい感じのとこなんで、そこでも瞑想していきたいんで、あと貴船神社確か水属性だったと思うんで、僕も水属性なんで、ちょっと貴船神社時間割きたいですね。はい、牛若丸さん、薄井先生修行されてますから、鞍馬山で。ちょっといや、私もというのはおこがましいですけれども、ほんの少しでもね、何かという感じです。はい、10時25分、貴船神社の上り口みたいなところに着きそうです。まあ30分あれば急ぎで行けますね。まあ30分かな。はい。よいしょ。急ぎでね。鞍馬寺正門。釣りしてる人がいる、釣り。綺麗な水だ。貴船神社到着。はい、貴船神社様参拝しまして、今から奥宮行きます。並んでましたね、貴船神社様。奥宮がね、いいんですよ。奥宮まで
あと5分って書いてある。こんなに遠かったっけ。結構坂だし。相生の杉、奥宮着きました。ついに、はい、ここから参拝したいと思います。はい、奥宮に来ると毎回ここで、体を浄化させるというか瞑想するというか、ここで自然と一体になって、プラナーをいただいている感じです。はい、ということで、ちょっとここで自然と肉体を一体化させていきたいと思います。ルマンドをいただいたんですけども、ここでゆっくりしてる、この動画を見てるだけの方にお伝えしようかと思ってるんですけど、ブログじゃなくて、ここでゆっくりされる方は千舟様にこう招かれた方っていうことで、なんかご厚意でルマンドをいただきました。ルマンドとこの手拭き、ルマンドも写真撮りましたけど、いただいて、まあ普段いただかないんですけども、ご厚意ということでいただきました。で、今こちらでちょっとね、先ほどの動画でも言いましたけど、体をこう貴船様のにとこう一体化って言ったらおこがましいですけども、そうさせていただいた時に、こちらゆっくりされてる方は貴船様に呼ばれた方っておっしゃられて、あ、そういうことあんのかなって。なんか ふとね、呼ばれて来られる方もいらっしゃるようで、水の神様がこの総宝山ということで、貴船神社奥宮の、はい、ということで、ありがとうございます。感謝です。愛してます。奥の院魔王殿まで来ました。すいません。ここまで戻ってきました。義経堂、あ、ここですよ。
スネド4月13日、本日の米拾いです。先ほど症状発祈願祭を終えまして、今瞑想道場戻ってきました。早速ご利益というかご縁を拾うことができました。ありがとうございます。感謝しています。これ持ち帰って、処分させていただきたいと思います。いつも皆様ありがとうございます。感謝しています。愛しています。これからも世のため、人のため、恩返しのため、日々精進いたします。街を、地球をきれいにいたします。皆様愛してます。全ては尊敬にてまします。2度目のおにぎりです。いただきます。鮭が出てこない。ゴミ拾いしておにぎり3個いただいて瞑想して、今また、戻るというか、あの鞍馬寺さんの方、様の方に帰るところです。行きはケーブルカーだったんですけど、帰りはケーブルカーもやってないんで徒歩で下山します。今から登って来られた人もいます。まあ下りだから楽ちんって言ったら楽ちんですね。はい、雪神社様に参拝させていただきまして、この滝みたいな魔王の滝、これ以前これダメになってたのが新しく整備された感じがします。はい、前行った時なんか見れなかったような気がします。ありがとうございます。感謝です。愛してます。はい、帰りはあの電車に乗って、行きたいと思います。ちょうど来ました。よかったです。よし、はい、ベジラーメンいただいた後、大正の湯、大門さん、源泉かけ流しの温泉に、入ろうと思って、今西京極ですか、まで来ました。はい、ちょっと時間タイトなんで早めに入んないといけないかなと思ってます。はい、以上です。はい、天正の湯大門さんのお湯すごい良かったです。めっちゃ良かったです。あれ行った方がいいですね。で、その大門さんから京都駅に向かって今 3.2 キロ歩いてます。これは水族館、京都水族館のすぐ近くの大きな公園みたいです。はい、今京都駅に向かっての 3.2 キロで45分ぐらいって書いてありました。
天正の湯大門さんめっちゃ良かった。温泉も良かったし、サウナもあって、水風呂もあるし、電気風呂とかジェットバスとか、なんかあのなんか色付きのお湯、俺の紫とか赤っぽいお湯だったんですけど、そういうのもあったり、まあ、僕はあの源泉かけ流しが好きなんで、基本的にあの源泉の露天、まあ加温です、加温だと思うんですけど、それ入って、まあ、すごい回復しましたね、体が。すごい良かったです。で、おすすめです。いや、この公園もいいな、なんとなく。あの道路で排気が臭かったから良かったですね、これ。ここを通ってて。はい、ということで、京都駅向かいます。以上です。ほんとね、今回全部当たりだった。もうほんと皆さんのおかげです。感謝です。あ、京都タワー見えた。京都タワーすげえ綺麗。なんかあんな真っ赤に見えんだ。すげえ綺麗。こちら、いいや。はい、以上です。行き取るの忘れたんですけど、帰り、あそこへ、こっち変なホテルさんがあるんですけど、変なホテルさんのこの駅側のここで待ちます。23時15分発なんで、10分前なんで23時5分なんで、23時5分集合すればいいんですけど、まだ10時40分ぐらいかな、まだ23時行ってないんで、ちょっと早く着きすぎました。一旦お手洗いとか行こうかなとは思っています。はい、まず、どこから乗るか場所確認で行きました。あの行く時の横浜は、あのスカイビルのなんか本当に道路みたいなところで並ばされてって言ったら表現悪いですけど、並んで、あ、ここ並んで、ここら辺に行ってください、呼びますんで並んでくださいみたいな感じで、はい、そこも撮ればよかったんですけど、うっかりしましたね。はい、ちょっともう今余裕が出てきてるんで、ちょっとあの人の会話とか入りそうだったんで一旦止めました。ということでね、ここで並びたいと思います。並ぶっていうか待ってたいと思います。はい、ということで、いい旅行でした。旅行じゃないな、いい修行だね、修行、良い修行に行きました。ありがとうございます。感謝です。愛してます。4月14日本日のゴミ拾いです。今日はこんな感じです。ということで、これからも街を地球をきれいにいたします。いつも皆様ありがとうございます。感謝しています。愛しています。世のため、人のため、恩返しのため、日々精進させていただきます。ちょっと今日は足ちょっと疲れて痛いんで、ちょっとこんだけですいません。以上です。